こんにちは、グッピーこずえです。今日はケニチです。ケニチさんとか言わないですよねちょっと今日はケニチさんと日本酒をね、ケニチさんが飲ませていただけるということで、はい、こちらです。わあ、酒たくさんからいただいた日本酒、うわ、めっちゃ嬉しい。ということで今日は一緒にこちら日本酒を飲みたいと思います。で、この張り切ってもこのめっちゃ可愛いおチョコ買ってきたっていうね。もう今日はちょっとせっかくなんで、ケニチさんに日本酒やけどチーズで日本酒に合うおつまみを、簡単なやつ作っていきたいと思います。まず一つ目はこのクリームチーズをこんな感じで切って、こういうね、藤っ子の黒豆をクリームチーズと共に刺すって、多分なんかワインに結構、赤ワインに結構合うねんけど、絶対ちょっと辛口っぽい日本酒とかにも合いそうやなと思って、まず1品目完成しました。そして2品目はこのクリームチーズとこの奈良漬けを刻んだやつを混ぜるだけです。できました。奈良漬けのクリームチーズ和えとクリームチーズと黒豆、これやろ、めっちゃ絶対いけるやんいけるはい、ケニチさんにスチコちゃんをあげましたわー、すごい、ええやつ、ええやつですね、絶対あの、もう匂いからすぐわかる、ごぼう、ザ・ごぼうっていう、ほんまですか、ね、ザ・ごぼうっていう、ちょっと入れますね、マジで、え、絶対美味しいやつ、あ、これさ、お酒、お酒、あ、すいません、はい、あー、テンション上がる、あ、ちょっと黄色みがかった色してますね、うん、あ、ちょっと継がせてください。あ、ありがとうございます。うわ、めっちゃ楽しみ。入れちゃいますよね、ちょっと落ちてきます、とりあえず。ああ、ありがとうございます。美味しそう。ごぼうです、ごぼう。では、はい、いただきます。いただきます。ごぼうとヨーグルトの味わいっていう、ヨーグルトはわかる、うん、ね、美味しい、うん、食べていただきます。黒豆クリームチーズいただきます。どうですか、黒豆のこの甘みとクリームチーズの酸味が絡み合うと、確かにワインに合いますね。ワインに合いますよねこの日本酒のね、このごぼうの確かに合うかもしれません、うん、いい感じかもしれません。塩っ気がね、ちょっとクリームチーズ塩っ気と合うかな。そう、うん、合う、美味しい。あのクリームチーズの塩気がちょこっと食べたいですよね、日本酒の時って。そうですね、がっつりと食べたくないみたいな。この黒豆、黒豆めっちゃ大好きなんですよ。あ、そうなんですか。大好物なんですよ。よかったです。いやでもこれはいい感じです。結構ケニチさん水みたいに飲むんですね。うん、そう、お冷や感出てますよ。いやちょっとちょっともうお冷や感出てますよ、まあ、もう一つの方、はい、こっちちょっと食べてみてください、はい、いただきます、はい、うん、こっちの方が日本酒なのかもしれない。あー、チーズを燻製したような感じ。あ、奈良漬けの感じで、そう雰囲気でってことですか。で、あ、ただチーズと違うところはこの酸味が加わってるっていう感じですね。うん、この辺はそのチーズの燻製の味とは違う味わいがあると。あ、これうまい、これうまそう、これめっちゃ進むかも。もう一回、もう一回食べたくなりますか。いや、もうかなり美味しいですね。美味しい、あのコリコリですこれね、はい、うん、これ癖になります。これ癖になりますよね、はい、あ、うま、うん、あ、いける、これ魔物や、これはうまいめっちゃ飲んでしまう。確かにめっちゃ飲んでまう。このね、奈良漬け単体で食べるのはね、あんまり食べないんですよ実は。私もですで、これがクリームチーズと混ざることによってすごく食べやすくなるという、で、これがね、つまみになるという、はい、じゃあ進んでる、よかった、うん、嬉しいです。あ、めっちゃ飲む、お冷や感ケニチさんのお冷や感がすごい半分なくなったよ、めっちゃなくなってる、カフェオレちゃん、あれカフェオレなんちゃう。いや、美味しいなよかったです。あー、美味しい美味しい美味しい。じゃあちょっと今からケニチさんと、はい、もう泥酔ぐらい飲んだろうかなと。その後ちょっとあの外も行こうかなってぜひぜひぜひはい、じゃあちょっとケニチさんの動画の方では、はい、なんか今から質問されるみたいなんで、質問しますよ、はい、頑張って答えます。ではではでは、あ、めっちゃ飲める、めっちゃうまい、うまっ。